ちゃんを見た。私の母はとてもモテる人だったが、それを継いだのか妹のイリはそれ以上にモテた。不思議なほど男性が吸い寄せられるので危険すら感じるほどだった。実際中学ぐらいからストーカー被害に遭ったこともあり、警察に相談することもあった。対策として女子校に通わせたり、女性中心の職場に就職したりして、最後はお見合い相手と結婚した。一度ユリの旦那にユリの何にみんなが惹かれるのか聞いたことが、ユリはすっごくモテるけど姉の私から見たら普通の子なのよね。男からはどういう風に見えてるの？そうだな、俺がユリと結婚したいと思った時はすごく矛盾してるかもだけど、一目で内面に惚れる感じがすごかった。見た瞬間、この子以上の女性には出会えないって確信したんだよ。そう、あれみたいな、イカ釣り漁船の明かりに吸い寄せられるみたいな。イカ？ユリが結婚してさすがに周りの男も諦めたのか、数年何もなく落ち着いていた。そうして油断していたところ、事件は起きた。丸々警察署の者です。妹さんを保護しているので署まで来てもらえますか？え、何があったんですか？職場でいきなり男に抱きつかれて、軽いですが怪我もしています。旦那さんが来てくださってますが、かなり混乱していて、旦那さんも困ってまして。わかりました、すぐ行きます。ユリ、ユリ、もう大丈夫だって。僕が一緒にいるよ。いや、来ないで。ずっとこんな感じなので旦那さんも困ってらっしゃるんですよ。あ、あんた誰？誰ってユリの夫だけど。いや、触らないで。なんで当然のようにユリの旦那を名乗ってるのよ。お姉さん落ち着いて。ユリの旦那は黒木よ、あんたなんて知らない。ここでやっと事態を把握した警官が男を拘束して部屋から追い出してくれた。ユリ大丈夫？お姉ちゃん。後から分かったことをまとめると、妹の夫を名乗っていた男は妹の勤め先の人事システム関係にいるストーカー。職権で妹の個人データ内の緊急連絡先を自分に書き換えていた。そんな時、妹が見知らぬ男に抱きつかれるという事件が起こった。この男はストーカーとはまた別の男である。会社からは当然緊急連絡先に登録された男に連絡が行った。奥様が車内で男性に襲われまして。そっか、やっぱりユリは僕の奥さんなんだ。僕たちやっぱり結婚していたんだ。機械である。なんと男は同じく職権で妹名字で自分の社員証を発行しており、警察では身分証としてその社員証を提示。妹は夫の身分証が奪われたと勘違いし、夫に何かあったに違いないと錯乱。それが今回の出来事であった。荷物だいぶ片付いたわね。うん、手伝ってくれてありがとう、お姉ちゃん。あの後ユリは退職。会社の責任もあったので会社からも和解金をもらい、妹夫婦は履歴書にあった住所とは違うところに引っ越すことになった。本当にあの時お姉ちゃんが来てくれなかったらどうなってたか。うん、本当にあんなことあるのね。30過ぎてたし油断してた。もう働くのはこりごりよ。お母さんも60過ぎてもまだ手紙もらったりするんだって。いくつになっても気をつけないとダメね。お姉ちゃんも気をつけてね。私は大丈夫かな。モテすぎるのも大変だなと思っていたけど、妹と母の苦労が本当の意味で分かった衝撃的な出来事でした。ご視聴いただきありがとうございました。好きでもない人にモテたところで何もいいことはないですしね。あ、チヤホヤされたい、ハーレムを作りたいとかいう人にはいいことなのかもしれませんけどね。皆さんはモテモテになってこんな苦労したという話はありますか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またモテる人って苦労してるなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。